ヘルメースはギリシア神話に登場する青年神である。長母院を省略してヘルメスとも表記される。オリュンポス十二神の一人。神々の伝令師、とりわけゼウスの使いであり、旅人、商人などの守護神である。農弁、教会、体育技能、発明、策略、夢と眠りの神、死での旅路の案内者などとも言われ、多面的な性格を持つ神である。 その生取りは時及び音取り。幸運と富を司り、高知に富佐術に長けた計略の神、早足でかける者、牧畜、盗人、賭博、商人、交易、交通、道路、市場、競技、体育などの神であるとともに、雄弁と音楽の神であり、縦ごと、笛、数、アルファベット、天文学、度量校などを発明し、 火の起こし方を発見した知恵者とされた。プロメテウスと並んで、ギリシア神話のトリックスター的存在であり、文化英雄としての面を有する。ヘルメースは、ゼウスとマイアの子とされる。ゼウスは、オリュンポス親族の伝令となる神を作るため、妻ヘーラーに気づかれないように夜中にこっそり抜け出し、マイアに会いに行くことで、泥棒の才能を、ヘーラーに隠し通すことで、嘘の才能を、 ヘルメイスが持つように狙った。特に、ゼウスの忠実な部下で、神話では多くの密命を果たしている。代表的なのは、百ナ個の巨人アルゴスの殺害で、ヘルメイスの異名、アルゲーポンテスは、アルゴスを退治したものと解される。古典期以降のヘルメイスは、ツバビロの丸い旅行棒を、ペタソスを頭に被り、神々の伝令の証である杖、ケイルケオンを手に取り、 空を飛ぶことができる、翼の吐いた黄金のサンダルを足に履いた姿で、表され、時には武器であるかま、ハルペーを持つ。死者、特に英雄の魂を冥界に導くプシューコポンポス、としての一面も持ち、その反面冥界から死者の魂を地上に戻す役割も担っており、オルペウスが妻、エウルュギ系を冥界から連れ出そうとした際に同行した。この点からタキトゥスは、 ゲルマン人の主身であったウォーダンとローマのヘルメースたるメルクディウスを同一視している。また、アポローンの盾ごとの発明者とされる。ヘルメースは、早朝に生まれ、昼に、ゆりかごから抜け出すと、間もなく、アポローンの飼っていた牛五十頭を盗んだ。ヘルメースは、自身の足跡を偽装し、さらに証拠の品を燃やして牛たちを後ろ向きに歩かせ、牛舎から出た形跡をなくしてしまった。 翌日、牛たちがいないことに気づいたアポローンは不思議な足跡に戸惑うが、占いによりヘルメースが犯人だと知る。激怒したアポローンはヘルメースを見つけ、牛を返すように迫るが、ヘルメースは生まれたばかりの自分にできるわけがないと嘘吹き、ゼウスの前に引き立てられても嘘のつき方も知らないと言った。それを見たゼウスはヘルメースに 泥棒と嘘の才能があることを見抜き、ヘルメイスに対してアポローンに牛を返すように進めた。ヘルメイスは牛を返すが、アポローンは納得いかず、ヘルメイスは生まれた直後にホラーナで捕らえた亀の甲羅に羊の蝶を張って作った盾ごとを奏でた。それが欲しくなった。アポローンは牛と盾ごとを交換してヘルメイスを許し、さらにヘルメイスが足笛をこしらえると、 アポローンは友好の証として自身の持つ経量形音の杖をヘルメースに送った。この時、アポローンとお互いに必要なものを交換したことからヘルメースは商売の神と呼ばれ生まれた直後に各地を飛び回ったことから旅の神にもなった。ヘルメースはヘーラーの息子ではなかったがアレースと入れ替わってその母乳を飲んでいたためヘーラーは それが分かった後もヘルメイスに対して情が移り、彼を我が子同然に可愛がった。ゼウスは、いい王という美女と密通していた。これを見抜いたヘーラーはゼウスに詰め寄るが、ゼウスは、いオーを美しい目牛に変え、目牛をめでていただけであるとした。ヘーラーは策を講じ、その目牛をゼウスからもらうと、百眼の巨人アルゴスを見張りにつけた。この巨人は、体中に百の目を持ち、 眠る時も半分の五十の目は開いたままであったので空間的にも時間的にも視覚が存在しなかった。ゼウスはいい王宮室の任をヘルメースに命じた。ヘルメースは足笛でアルゴスのすべての目を眠らせると剣を用いてその首を跳ねた。もしくは巨岩を投げ当てて撲殺した。このことからヘルメースはアルゲーポンテースと呼ばれ、これはアルゴス殺しという意味であった。 ある時アプロディーテーに惚れたヘルメースは彼女を口説いたが全く相手にされなかった。そこでヘルメースはゼウスに頼んでワシを借りてくるとそのワシと泥棒の才能を使ってアプロディーテーの黄門のサンダルを盗んだ。ヘルメースはこのサンダルを返すことを条件に関係を迫り彼女を自由にした。二人の間にはヘルマプロディートスとプリアーポスが生まれた。 この他にもミュルミドーンの娘、エウポレメア、ペルセポネーやヘカテ多数のニュムペイたちと関係を持っており、アイタリレイス、エウドーロスやアウトリュコスなどの子供を設けている。また、パーンもヘルメイスの息子とされることがある。ギガントマキアーにおいて、ヘルメイスは、ハーデイスの隠れカブトを被って、姿を消し、ギガンテスの一人ヒッポリュトスを倒している。 登場する説話には、ヘルメイスが、元は、白明の神や風の神であったことを基地させる部分も、あるが、その原始的形態においては、牧畜の神にして法上神であったとも考えられ、断根を持つヘルメイス柱像は、ヘルメイスの原始的法上神としての面を示している。元は、ギリシアの先住民族、ペラスゴイ人の神であったと言われ、古代ギリシアの歴史家ヘロドトスは、 ギリシア人がヘルメース柱像を作るようになったのはペラスい人の風習を取り入れたものだと述べている。ヘルメス崇拝の中心地は古代ギリシアの中でも原始的な文化を留めていたと言われるアルカディアであった。アルカディアは牧畜民が多い丘陵地帯であり、羊飼いたちはヘルメースを家畜の守り神として崇めていた。これが 神々の使者といった多様な職能を持つ人格神へと発展した背景として、ドーリア人の侵入後にアポローンがヘルメスに代わって牧羊神の役割を担うようになったことも指摘される。古代ギリシアにはヘルマもしくは複数型でヘルマイと呼ばれるヘルメス神の石柱像があり、道端などに建てられていた。トゥーキューデデ,デスの戦士によると、紀元前415年、 ペロポネソス戦争を戦っていたアテーナイのヘルマが人夜のうちにすべて壊されるという事件が起きた。この事件はアルキビアデースの一派が起こしたものと疑われ、アルキビアデースがラケダイモーン側に願える原因となった。アルキビアデスがラケダイモーン側に対して行った進言がきっかけでアテーナイは痛恨の打撃を受け、ついには敗北することとなった。ヘルマは アッティカやアヤゲカイのいくつかの島に見られたヒゲズラの胸像と起立する洋根を有する角柱である。路房や畑の境界などに建てられ、境界を示す石であるとともに、農民や牧人が法上多山を祈願する神霊の像であったとも推測され、ヘルメイスの原始的形態を示すものと考えられている。ヘルマは道の端や角に積まれた累積体の名称でもあり、 ヘルメース柱像は、これの発展したものとも考えられ、ヘルメースの名や、信仰の起源をこれに求める向きもある。ヘルマは、日本でいう道祖神のように道端や四つ辻に建てられ、旅人にとっては街道を示す道しるべであったことから、ヘルメース神は、旅人の庇護者とされ、少者と死者の案内人や伝令、さらには、 商売や交通を司る神としての性格を備えて行ったと考えられる。ローマ神話におけるメルクリウスに相当する。水星はギリシアではヘルメースの星と言われ、これはローマ人にも受け継がれた。現代ヨーロッパ諸語でメルクリウスに相当する語を水星に当てるのはこのためである。エジプトの英知と魔術の神にして、初期の守護神であるトートとヘルメース。 メルクディウスが集合したヘルメストリスメギストスは、紀元1世紀から3世紀に書かれたヘルメス文書の著者に犠せられ、アブラハム、またはモーセの同時大臣とされた伝説上のエジプトの賢者である。ヘルメスの名は12世紀頃から錬金術と結びつけられ、ヘルメスは錬金術師の守護者にして、学問や理芸の始祖であると考えられるようになった。ありがとうございます。